さあ踏み込んでいく、どんどん踏み上がる、そしてここからどうするか、横に落とした。さあまた大谷選手にとっても非常に大きな宿題のような試合だと思うんですよね。そうですね、どういう、まあ、やっぱシビアにやるしかないんでしょうね。はい、これはね、最近得意としている今日の試合なんかで、あの井上隆人選手ね、追いかけます。どのぐらいの器のレスラーなんだかっていうのはちらっと見えると思いますよ。ちょっと危ない、ファンがざめています。さあ今度は豊田真奈美が行った、どうするか、あっとこれはどうしたんでしょうか。あっという間、顔面が誇張している感じ。お、放送席に来るか、このまま、おっと場外でどうするか、あっと豊田真奈美、今度は体勢が逆転であります。このままパイルドライバーの体勢に入っている。さあどうするか、場外でパイルドライバーだ。これは驚きました。私のもう目の前であります。攻めているのは井上隆人ですけれども、この技をあと見かけにらのタイム、はい、空中していってしまうようなね、この空中していく。これはファンも数多くいる井上隆。今度は斜め式のアームホイップか、あるいは斜め式のノーアウトしか、アームホイップですね。これは得意の、あ、これは一人回った、スピードも十分という感じです。井上隆子なんですけどね、今本当に激しい動きを見せましたけれども、打って変わってね、試合前はリラックスムード、他の同僚の選手とこうじゃれ合ってね、ふざけてた余裕の表情だったんですよ。あ、そうですか。だからもう全然違う。場内に落ちました。その長い髪の毛をつかむようにいたしまして、またエプロンに今持ってまいりました井上隆子であります。おっと